こんにちは、スワクテアカと申します。はい、お久しぶりです、皆さん。今回はですね、スリープの付け方の、動画の、動画を上げさせてもらいました。私のね、大会動画でですね、結構というかかなりの割合で、スリープどんな感じなんですか、スリープの構成を教えてくださいみたいな質問がものすごい良かったので、ちょっとある方から苦情が受けたりして、なので、注意書きの方でスリープについてのコメントはやめてくださいと言ってるにもかかわらず、スリープについてのコメントがあったので、もうさすがにこれはちょっと、静観できないなということで、今回はですね、私の、僕自身の、どんなスリープの構成をしているかという動画になります。あと、付け方ですね。それについての、説明動画となりますので、よかったら見てやってください。またですね、これは僕の、スリープの付け方なので、これが正しいのか、絶対的に正しいのかって言われると、まあ、疑問が残るというか、はい。他にもいろんなやり方がありますので、あくまでも一例として、皆様の心の中にお秘めください。はい。ではやっていきましょう。まずはですね、ケラスリーではなく、こちら、WCK 遊戯王公式スリープの方からやっていきたいと思います。まず最初につけるのはこちら、おやつスリープの S、S サイズですね。これが一番最初につけるになります。これの一番最初ですね。一番内側につけることになります。次がこの遊戯王公式。このおやつスリープの上がこの遊戯王公式になりますね。はい。で、次がこのおやつスリープ Y。これが、公式の上につける感じになります。大体ぴったりですね、公式の上が。で、最後がですね、これが最後の外側の方になりますが、これがワクワクワンダースリープのザラスリ遊戯王公式用になっております。ショーですね。これについてはですね、リンクの方は貼っておきますので、ワクワクワンダーさんの方からお買い求めください。では、やっていきましょうか。こちら。はい。まずは遊戯王の内側ですが、あくまでもこれは僕なんですが、上からです、これは。入れます。いいですね。次に、遊戯王公式。これも、はい、上から入れてみます。はい。新品だと、かなり、キッチキチになるので、カードを折り曲げたり、スリープを折り曲げないように気をつけてください。次に、スリープ Y ですね。これも、まあ、これが、上から入れる、要するに、こう、下から入れる人もいるんですが、僕の場合は、スリープの下の方からね、入れる人もいると思うんですが、僕は上からですね。上からこう入れます。はい。OK ですね。はい。これがですね、うまくきっちりと挟まらない方は、ここでなんか無理やり押し込みなきゃならないっていう人は、こうやって、地面との間に、地面というか机との間にこうやってこうやれば、意外ときっちり入ったりします。はい。で、最後。外側の、アウターって言うんですか、これ。これは、そうですね。上からですね。こう入れます。はい。これで完成です。はい。新品だと結構ギッチギチになって、空気が入るので、押し込んで空気を抜くようにすれば、だいぶかなりいい感じになると思うんで。ですね。はい、こんな感じです。大きさとしては40で、これ40枚で、だいたいこれぐらい、42枚、42枚か、これは。まあ、2枚抜きましょうか。40枚でこれぐらいです。なんか、比較にあるもんあるかな。液体無比と一緒ぐらいです。液体無比がこれぐらいだから、こんなもんですね。はい。順番としては、上から下からですかね。はい。最後だけ、こう、下から入れる感じです。最後から2番目を、もう、下から入れる人がいると思うんですが、僕の場合、それだと、カードを変えるとき、例えば、デッキ構成を変えるときに、ものすごいめんどくさいので、やれてません。ただ、そうやると、ゴミが入りにくいっていうのは聞きますね。はい、以上ですね。遊戯王公式の方は。では、次が、キャラスリの方行ってみましょうか。では、ちょっとカットしますね。はい、それでは、キャラスリ方面、行ってみましょうか。キャラスリ方面もね、基本的なものは変わりません。まず最初がこちら。
え、お安い S ですね。便利ですね。これ、インなんですね。で、次に20目が、こちら、遊戯王公式スリープです。はい。セイクリッドのやつですね、僕の場合は。別にセイクリッドじゃなくても、遊戯王公式であれば入ると思います。透明のやつはちょっとブカブカになりそうなんで、やめた方がいいかなと思います。公式のサイズだと、キャラスリに合うので、この中に入るのに結構合うので、ピッチリ。ピッチリってわけではないですけど、なかなかいい感じの余裕があって入るので、僕は好きです。で、次がキャラスリープですね。はい。かわいい。かわいい。はい、最後がこちら。ワクワクワンダースリープのキャラスリオ大ですね。ワクワクワンダースリープ大。はい、こちらもワクワクワンダーさんの方からお買い求めください。では行ってみましょう。どれだ。ああ、取れん。はい。あ、2枚取ってもうだ。ごめんなさいね。グダグダってるぞ。はい、こちらも普通にやっていきましょう。上からですね。はい、上からです。こちらも上からですね。はい。はい。で、こういったやつだと入りにくいと思います。新品だと。ですので、上からこうやって、ね、机にトントンとやる感じでやれば、なかなか入りやすいと思います。はい。で、こちらキャラスリープも上からですね。はい。うん。はい。これだと、こう見た通り、上からも出ないし、横もいい感じでやって、あまりないので、取り出すときも結構便利です。余裕があるので。で、最後ですが、ワクワクアンダースリープですね。はい、こちらも、これはザラスリなので、こういった、ザラスリの方を後ろにやるようにやっていきましょう。以上です。こちらですね。はい。はい。これで、この構成40で40枚ですね。はい。こんなもんですね。厚さとしては。厚さとしては結構分厚くなりますね。液体無比と比べてみても、さっきと比べてみても、はい。あんま変わんねえかな。うん。結構まあ、長い方になりますね。ほら。ここまで来てるからな。まあこれも、空気入れを、空気抜きをきちんとやってれば全然、こんな風になれたりするので、中も全然傷つきません。ですね。こんな感じで。はい、以上になります。はい。スリープの構成などは以上になります。ですので、スリープについてのご質問はこれからは遠慮していただけると助かります。動画を見てください。はい。あと、対戦相手についてのスリープ構成もちょっと僕じゃわかんないので、僕以外の人のスリープ構成聞かれてもわかんないです。僕の聞きたい場合は、この動画を見るようにしてください。過去に行くか飛びますので。はい、以上になります。そうですね。はい、以上になります。お疲れ様でした。